薩摩人維新参加。明治維新に至る薩摩の人々の動きを追っております。こちらのコーナー、毎月第1週はコーナーの脚本ご担当河井田健一さんお招きしてお話を伺ってまいります。河井田さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、いつもこのコーナーに対しては聞いてらっしゃる方から感想とかねいただいてるんですが、質問がございまして、重野厚野城と西郷の奄美での対談で、西郷はとかく相手を取る性格がある、自分にもそれは悪いということを言っていたとの対談を聞いたことがありますが、この西郷の相手を取る性質というのはどういった意味なんでしょうかというご質問なんですけども、いかがでしょう。いやごめんなさいね、二人の対談の中でですね、西郷さんが自分のことを相手を取る性格があると言ったというのは存じ上げませんでした。まあ、誠に申し訳ありません。今後少し勉強してみます。はい、宿題だそうでございますので、またね、はい、来月あたりでいろいろお話しかけると思います。ところで、先月は3年間奄美で平和に暮らしていた西郷が呼び戻されました。大久保の力は大きかったんですね。そうですね、成明と西郷が3年前にやろうとしていた計画を、久光と大久保でやろうということでですね、西郷の経験と人脈は大久保にとってはもう不可欠でしたからね。はい、それにしても3年ぶりに鹿児島に帰って久光の計画を聞いて、その久光を地頃呼ばわりして反対したそうなんですが、これ驚きました。本当にそんな言い方をしたんでしょうか。そうですね、そのように言われてますけどね、まあとても信じられませんね。相手は殿様のね父上ですから、はい、主君に向かってね、あんたは地頃だから成明田様と同じようなことはできないなどと言えるはずはないと思います。それこそ首が飛ぶんじゃないでしょうかね。ですよね。それからもう一つ衝撃的なことがありました。下関で待てと言われていた西郷が置き手紙も残さずに京都へ行ってしまったこと、そのことが原因で西郷は沖の選ぶまで流されました。そうですよね、武者の工事実篤もですね、そんなはずはないと言ってますしね、西郷が残したその置き手紙をね握りつぶした者がいたかどうかは置いといて、西郷がですね、大活躍をしていたことを妬んでいた人間がいたことは事実でしょうね。西郷の置き手紙が久光の目に触れれば、また歴史は変わっていたかもしれませんね。そうですね、そうなればですね、寺田屋で青中組同士がその切り合うこともなくてですね、生麦事件も起こらなかったかもしれませんしね。そうなれば撮影戦争もなく、薩摩藩英国留学生もいなかったかもしれないんですよね。そうですね、そんな風に考えを巡らしていくと、歴史に不はないというものの、たった一枚の置き手紙のね所持の仕方で日本の歴史を変えることになったわけですよね。怖い話ですね。そうですね。さて、先月はいよいよ久光一行が京に入りました。久光は朝廷から老子鎮武の命をいただきました。これどうなりますか。薩摩藩にですね悲劇が起こります。しかし皮肉にもね、そのことで久光は朝廷の信頼を勝ち得ます。久光は成明だと西郷が目指した幕政改革のね直教を得て悲願達成をするわけですよ。しかし犠牲も払わなければならなくなります。はい、今月もどうぞコーナーお楽しみに。ところで河井田さん、今月のプレゼントのキーワードですが何にいたしましょう。そうですね、先ほど申しましたけども、ちょっと悲劇犠牲を払うことになりますが、青中組同士が壮絶な切り合いをします。ですから、寺田屋ということでいかがでしょうか。はい、わかりました。今月10月のキーワード寺田屋でございます。コーナーの感想、キーワードの寺田屋と書いて番組の方までお送りください。宛先後ほど申し上げます。抽選でお二人の方に本格焼酎あー幕末の薩摩節 900ml をプレゼントいたします。この焼酎の記念箱とラベルの書文字、西郷隆盛のひ孫西郷隆夫さんによる書となっております。それから番組のテーマソングの入りました CD、 こちらを3名の方にプレゼントでございます。ご質問などもねふるってお寄せいただきたいと思います。河井田さん、今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なお、このコーナーに登場する人物の
言動動向は諸説ございます。どうぞそのあたりもあらかじめご理解の上コーナーの方お楽しみください。よろしくお願いいたします。薩摩人維新参加のコーナーでした。薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の人々の動きをお送りしております。こちらのコーナー先月の続きです。倒幕過激派の暴発を抑えた西郷が国元に送還されました。それまで薩摩藩長州藩をはじめ全国から集まっていた過激派浪士たちの暴発を抑えていたのは西郷でした。その西郷がいなくなり、もう誰も彼らを止める者はいませんでした。この時薩摩藩は久光に従う大久保らの幕政改革派と有馬新七らの過激派に分裂していました。有馬のもとには本来江戸にいるはずの柴山愛次郎や橋口宗助もいましたし、西郷の弟西郷柔道やいとこの大山巌もいました。彼らは再び他の藩の過激派と語らい、九条関白邸、京都諸子大などの襲撃を計画していたのです。この不穏な動きを憂慮した朝廷から久光に浪士陳武令が出されました。その浪士の中には有馬新七らの正中組の面々も含まれていたのです。文久2年1862年4月23日、久光は大山角之助や奈良原喜八郎など剣術に優れた者たち8名を陳武士として編成し、彼らに至急藩邸に戻るよう命じ、従わぬ時は臨機の処置をせよと厳命します。つまり藩主の命に従わなければ切り捨ててもよいと命じたのです。西郷が心配していたことが起ころうとしていました。薩摩藩の常宿であった京都伏見の船宿寺田屋に大山らの陳武士が急行しました。そして至急藩邸に戻れとの訓命を伝えます。しかし有馬新七は答えます。ことここに至っては中止することはできもはん。この有馬新七と大山角之助は幼なじみ、37歳でした。お互いに譲れぬままの押し問答が繰り返されました。そしてついに陳武士の道島五郎兵衛が訓命じゃと叫び白羽を抜き放ちます。田中健介はこの一撃で倒されました。薩摩藩士同士の壮絶な切り合いがこうして始まりました。瞬く間に辺りは血の海になっていきます。道島と渡り合っていた有馬は刀が折れ、両手で道島に組みつき壁際まで押し付けて叫びます。橋口、追いごとさせ。そばにいたのは二十歳の橋口吉之丞。当然ためらいがありました。しかし意を決した橋口が刀に全体重をかけて有馬の背中から突き刺します。刀は有馬の体を貫通し、満島のお腹から背中を貫き壁まで届きました。まさに串刺し。この悲惨な光景は寺田屋事件の悲劇を象徴するものでした。命を落とした者は7名。このうち陳武士側は串刺しにされた満島一人、このあと切腹を命じられた2名を加えて計9名が犠牲となりました。皮肉なことにこの迅速な久光の処分に朝廷は安堵し、久光への信頼を深めていくことになります。朝廷は江戸に派遣する勅使大原重富の護衛を久光に命じました。
この続きはまた来週。サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。薩摩人維新参加。明治維新に至る激動の動きお伝えしております。こちらのコーナー、先週の続きです。あの悲惨な寺田屋事件の一月半後、文久2年1862年6月7日、久光は勅使の大原重富を護衛して江戸に入りました。この時大原が将軍家茂に伝えた弔辞は、一橋慶喜の将軍後見職と松平義長の政治総裁職就任でした。久光が兵を率いて薩摩を出発したのが3月16日、わずか2ヶ月余りでの悲願達成でした。その3年半前、成明と西郷が計画して実現できなかった薩摩藩主導の幕政改革を実現させたのです。久光は意気揚々と江戸を後にして京都へ向かいました。しかしその道中で再び大事件が発生します。8月21日、久光の行列が生麦村へ差し掛かった時でした。4人のイギリス人が馬に乗ったまま久光の行列を横切ろうとしたのです。無礼者！近くにいた奈良原喜左衛門が抜いた刀は、馬上のイギリス人リチャードソンの腹部を切り裂きました。腹部を切られ、その場を去ろうとして力尽き、落馬したリチャードソンは追いかけてきた有村俊斎らにとどめを刺され絶命しました。さすがに女性を傷つけることはしなかったものの、残る男性2人も重軽傷を負っています。世に言う生麦事件で、これが後の薩英戦争へと続くことになります。ただこの時代、大名行列に遭遇すれば庶民はひれ伏し、武士は馬から降りるのが礼儀でした。ですから馬上から籠を見下ろし、行列を横切るなどの行為は無礼打ちされても文句の言えないことでした。久光の行列はこの事件後、何事もなかったかのように平然と京都へ向かっています。大久保は卒兵上京を成功させたことで久光から絶大な信頼を得ていました。寺田屋事件の1ヶ月後に行難度頭取、9月末には御用取り次ぎ見習い、翌年3月にはお蕎麦役にとトントン拍子で藩の最高幹部へ出世しました。そして久光から一蔵の名を賜り、大久保庄助から大久保一蔵へと名を改めました。このように人が恐れるほどの速さで出世した大久保が率いる薩摩藩は、西郷を流罪で失い、寺田屋事件では藩士同士が切り合い、薩英戦争へつながる生麦事件を起こしていたのです。西郷のいない薩摩藩は次々と災難に見舞われていました。久光一行が久しぶりに京都に着いた時、京都の様子も怪しくなっていました。久光が過激な尊王攘夷派の浪士たちを寺田屋で鎮部したはずでした。しかしその後、京都では長州の松下村塾出身の若手藩士を中心とする勢力が台頭し、朝廷内も過激な尊王攘夷の公卿たちが勢力を持つようになっていました。これら急進過激派に睨みを利かそうと京都にとどまっていた久光でしたが、イギリスが生麦事件の報復を準備しているとの報告を受け、急遽薩摩に帰国します。薩摩藩がいなくなった京都の治安は一気に悪くなっていきました。
この続きはまた来週。サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の激動をお伝えしております。こちらのコーナー、先週の続きです。イギリスが生麦事件の報復の準備をしているとの報告を受けて、久光は薩摩に帰国しました。薩摩藩がいなくなった京都は急速に治安が悪化します。攘夷に反対する人々を天誅として襲う過激派が跋扈するようになりました。そして文久2年1862年11月27日、長州寄りの苦行三条実富らが勅使となり、幕府に将軍家茂の上洛と攘夷の決行を迫ります。幕府は仕方なくこの要求を受け入れます。将軍家茂が上洛し、攘夷の意向を示すと回答しました。翌年3月、上洛した将軍家茂は5月10日を攘夷決行の日とします。そしてその日が来ました。文久3年1863年5月10日、長州藩が攘夷を決行しました。下関海峡のアメリカ船に向けて突如砲撃を開始したのです。続く23日にはフランスの船に、26日にはオランダの軍艦にも砲撃しています。関門海峡は長州藩によって制圧されました。長州はこの時、全国の大名が攘夷を決行するものと信じていました。ですから関門海峡対岸の小倉藩による攘夷決行を期待していたのです。ところが長州の期待は見事に裏切られます。小倉藩は攘夷を決行しませんでした。この長州の砲撃に欧米列強が黙っているはずもありません。6月1日アメリカの軍艦が報復します。この時長州は軍艦2隻を撃沈され、1隻は大破されました。それでも長州は海峡の砲撃をやめません。当然欧米列強による報復もこれで終わりではありません。翌年8月の4カ国連合艦隊による下関砲撃、いわゆる下関戦争へと続いたのです。同じ頃、薩摩はイギリスから前年の生麦事件の犯人を引き渡せとの要求を突きつけられていました。薩摩はこの要求に応じません。そしてイギリスが動きます。文久3年1863年7月2日、最新鋭の軍艦7隻で錦江湾に侵入し、賠償金の支払いと犯人の処刑を要求しました。イギリス側の機関ユーリアラス号の35門の大砲は当時の最強兵器アームストロング砲でした。それでも薩摩との交渉に進展はありませんでした。そこでイギリス側は重富沖に停泊中の薩摩藩の汽船に目をつけます。打捕して交渉の材料にするためでした。結局奉行の松木幸庵と添え役副官の五代才助、後の五代友厚は捕虜とされ、汽船は曳航されます。その時でした。薩摩藩の砲台からの砲撃が開始され、イギリス戦艦のすぐ近くに水柱が上がりました。これが薩英戦争の始まりでした。薩摩を甘く見ていたイギリスは戦闘態勢にありません。岸に近づきすぎていた艦隊は薩摩の砲撃を浴び続けます。艦長のジョスリングとウィルモット中佐が戦死しました。ただ戦闘態勢を整えてからのイギリスの砲撃は薩摩のそれとは比べ物になりませんでした。沿岸の家はことごとく焼かれ、集積艦も甚大な被害を受けました。
英国側の死者19名、薩摩は4名。この薩英戦争の作戦指揮をしていたのが大久保利通でした。出世した大久保の守備範囲は広く、大きな負担がかかろうとしていました。薩英戦争の後始末と京都に仕掛けた幕政改革が手つかずだったのです。この続きはまた来月。